文鳥の中にシルバー文鳥が1羽いてます。フランキーから生まれて、これはちょっとちっちゃすぎて育てられないということで、十四松の巣箱の中に入れたらちゃんと育ててくれました。このシルバー文鳥は十四松のお父さんとお母さんに育ててもらいました。無事大きくなってよかったね。まだ時々餌をもらっています。さっきまでね、餌もらってたんですけども、カメラを回すとちょっとやめてしまいましたね。ジューシーありがとう。よろしくね。よいしょ。相変わらず、みんなの餌箱の中でおーいちゃんは麦ばっかり食べてます。おい、もうやめてよ、これ痛いんだ。おい、痛い痛い痛い。おい、いや痛いんだ。もう困ったものです。それでは